初日に続いて今日2日目も1マーク豪快レースに道中目が離せない激戦続きとなっております。これより第4レース予選競争、1号艇岩崎よしみ、2号艇江口昭夫、3号艇吉永のりお、4号艇井口よしのり、5号艇白井英二、6号艇吉川元博、以上6選手の対戦です。枠番通りに収まりそうです。このレースの絶好枠は地元の岩崎よしみです。今や選手紹介には欠かせない存在となっていますが、もちろん活躍は丘の上だけではありません。ハイアベレージが要求されるこのマスターズチャンピオンにもしっかりと出場を決めてまいりました1号艇岩崎であります。そして今日は枠番通り2コースからの戦いということになります。2号艇江口、3コースには3号艇吉永のりおです。このマスターズチャンピオンにも大和卒業世代が登場してまいりました。3号艇吉永、ここまでがスロー。4号艇井口義則が4コース角1です。史上初のマスターズチャンピオン連覇に向けまして、初日は2着2本、視界良好であります4号艇井口、5コース5号艇白井英二、6コース6号艇吉川元博、外枠2人は昨日のドリームメンバー。第4レース予選競争、1番2番3番ダッシュ、4番5番6番スタートしました。インコース、スタートトップスタート決めていった1号艇岩崎、5コースからは5号艇白井英二が覗き加減、3号艇吉永の龍が先に攻める、差したのは2号艇井口昭夫、バックスレッジがあります。わずかに差し合ってる優勢、2号艇井口昭夫、1号艇岩崎よしみも外から粘っているかどうか、3番手は4号艇井口義則で後方5号艇6号艇3号艇。第4レーススタート正常です。1周にマーク2号艇井口昭夫、1号艇岩崎よしみが開いて切り込む構え、3番手からは4号艇ホームスレッジに入りますが、わずかにサッシャンドル届くかどうか、1号艇岩崎よしみそれでも絞り込んで、2号艇井口昭夫が2点進リード、1号艇岩崎よしみ粘って2番手、3番手争いは4号艇井口よしのりと5号艇白井英二両者が並んで、最内からは6号艇吉川元博接近。1周の1マーク前に選手2番1番と対戦、3番手は握って回った4号艇井口よしのりがわずかに優勢、上位体系は2番1番4番となっています。ここで先頭リードは3点進と広げました、2号艇井口昭夫、2番手は1号艇岩崎よしみに2点進半の差、4号艇井口よしのり、そして内からは5号艇白井英二と両者が接近する、おつけるように回る5号艇白井、差し込む4号艇井口よしのりホームストレッチでありますが、ここは1号艇岩崎よしみが2番手リードを広げ、上位体系2番1番4番最終周回に入っています。インからトップスタートを決めた1号艇岩崎でありましたが、2コースからサッシャンドル鮮やかに決めた2号艇井口昭夫が先頭、最終1番から向こう上面、そして踏ん張って2番手をキープ、1号艇地元岩崎よしみ、3番手は4号艇井口よしのりで上位体系2番1番4番の体勢、3連単214は 67.5 倍となっています。ラストコーナーからホームストレッチシリーズ2日目、第4レース予選競争、2号艇井口昭夫が先頭、1号艇岩崎よしみ2番手、4号艇井口よしのり3番手、上位体系2番1番4番でゴール、先頭2番江口5塁、2番手1番岩崎、3番手4番井口5塁、5番白井5塁、6番3番5塁です。